続いてはディープウェーブです。気になる釣りの話題を番組独自の視点で深掘りするこのコーナー、今週はフッチーの崖っぷちです。お来ましたねフッチー。はい、アシアオフィスにいるということなんで呼んでみましょう、フッチー。はい、フッチーです。こんにちは。こんにちは。元気にしてましたか、フッチー神さん。お久しぶりです。元気です。めっちゃよかったよかった。今日ねスタジオにはですね、ヘラブナ名人の伊藤聡さんが来てくれてますよ、はい、よろしくお願いします。あ、伊藤さん、はい、よろしくお願いします。はい、さあフッチー、今回はどんな釣りに行ったの。今回はですね、管理釣り場でヘラブナ釣りに初挑戦してきました。うーん、ヘラブナ釣りは楽しいよね、はい、ね、めちゃめちゃ楽しいですよね。うん、お二人よくされるんですか。大好きです。結構ね何回もやったことあってもうあの浮きが沈むか沈まないかどうなのみたいな、もうあの浮き一本に宇宙があると僕は思ってますよ。本職の伊藤さんが、でも最高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 宇宙が一番前じゃない、宇宙じゃなくて初めてでも釣れますか。そう、まあ今管理釣り場魚濃くなってますから、まあ浮きの動きさえ、うん、ちゃんと分かれば釣れますね。管理釣り場っていうとちょっと守りに入ってきてませんか。あ、っていうとちょっと崖っぷち感がそんな感じられない気がするんですけど。そんなわけないじゃないですか。そのアシアスタッフの方たちがすごいね、そんな優しいことをしてくれるわけじゃないので、ね、今回も今回もね本当大変な思いをしてきたので、それをぜひ見ていただきたいです。じゃあ早速行ってまいりましょう。VTR どうぞ。プッチーの崖っぷち。今回、はい、なぜヘラブナ釣りかというと、はい、まあ、とある方から、はい、最近崖っぷち感が出てない、はい、自分の得意な釣りばかりしている貴重なご意見をいただいていた。誰なんですかそれ言った。まあそれはまあ、はい、でまあスタッフが今回ちょっとフッチーが未経験の釣りで、はい、ちょっと今回こそ崖っぷちに追い込んでやろうかと。はあ、なるほど、はい、いかがでしょうか。いやまあそれは貴重なご意見をいただいたとは思うんですけど、今日ちょっと体に叩き込もうかなと思って気合い入れてきました。すごい。今回お世話になったのは兵庫県稲川町にある天神釣り池さん。大阪や神戸からのアクセスも良好で人気のヘラブナ釣り場で す, です、ね、平日なのに結構お客さんいるんだね。水深深いとか6メーターぐらい買ってきたんですか。これ一式買ってきましたよ。そうですね、買ってきたの。まだパッケージに入ったまんまなんですけどね。かっこいいわ。ビニールがちょっと、はい、どうぞどうぞって言われても、ほんまに分かんないんで。教えてあげないの誰も。まだこれパッケージ入ってるんですよ。厳しい。どうぞはね初めてなんで。本当ひどいでしょ、うん、ひどい。ほんまにヘラブナ釣り初めてですか。ほんまに初めてですよ。なんかまさか自分がやることになると思わんかったんで。でもいいですね、屋根もついてるし。なんかいろいろ準備してきた。もう雨だったんで それが心配だったんですけど、セットの仕方が全然わかんないんで。そうだよ、ね、聞いてもいいですかね。いきなり一番大事なとこ、ここミスったら全部が狂ってくるから。ヘラブナ釣り初心者の私、常連さんにサポートをお願いしました。浮き止めゴムをまず通します。すごい、はい、めちゃめちゃ丁寧に教えてくれるね。仕掛け作りから。今回は底釣りに挑戦。ご覧のような仕掛けで挑みます、まあ、まず1投目1投目いきますよ、はい、お、いいとこ行ったんじゃないですか。行ったよ、うん、おお。結構すぐ当たるんですかこれ。すぐ当たります。そこ測ってるんで、ほんまにすぐ当たります。なんか動いてるでしょ。え、嘘、今動いてます。動いてますよ、大きい。嘘でしょ。見えてます、縁が。じゃあメガネ取ってきますわこれをこのトーン終わったらでピクッと入ったらキュッとゆっくり軽くキュッと上げるだけで。パニックなるなこれ。いやこれ今日のお目がね、ちょっと決めとかないとダメですね。そうですよ、なんかいつもやったらなんかこんなフリップみたいな。今日やったことない釣りだったんで、うん、はい、
あ、どこまでできるかわからんかったってことですね。だって、もう知らんでしょ、初めてやんのにね。どうしましょう、今日スタッフも初めてなんだ。今日は私どれぐらい目標を持てばいいですか。そうらしいです、びっくりしました、うん、2桁2桁、そんな釣れるもんなんですかね。釣れます。冬ですよ、冬って厳しいんですよね。厳しいですね。10匹以上頑張って釣っていきたいと思います、10匹、これどうすか目標設定。かなり崖っぷちですね。崖っぷちから出てきましたよね。本当に夏の時期だったら普通に得意な釣りでも10匹は難しい。じゃあ夏場だったら魚買ってあるから餌食うんですけど、今の時期やっぱ一番難しい時期でも何がダメやったんですか。でも達成感はある。もうちょっと入り込まな、ダメ。で浮きが初めて動いたんですよ今ね。え、いいね、なんかこの格好はいい、うん、あ、来た。え、ちゃうわ、あれ目がかり、あれ目がかりじゃないんですか。来てる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 。なんかちょっと動いてたから、これ食べたいたいんですか。曲がってません。曲がってる、動いてる、来ますよ、めっちゃ。ちょ、これないからどっちかが変だね。あ、すごい、なんか、あ、釣れたんだ、肩もいいし、いいところ、来た、怖い、すごい、嬉しかった、これほんまに。あ、綺麗、綺麗、いいサイズですね。いや、おめでとう、うん、いいな、すごい。今はちょっとなんとなく分かりました。うん、どんな感じで来たんですか今。浮きがなんかこんな感じあって、さっきはなんか手浮いてしばらく立ってたんですけど、今こんな感じだったんで、あれ、なんかいつもとリズムが違うって。うん、すごいじゃん、フッチー、もう分かったね。はい、でもね、この雨で余計その浮きの印が見えなくて。まあそうだよね、あれでもまた釣ったの。はい、ちょっとなんか持ち方違うんだよな、竿の持ち方。なんかしかもね、あの屋根があって、その後ろにさ振れないんで、こうやって上にね上げて、同じぐらいのサイズかな、さっきと。雨降ってるとやっぱ釣りにくいもんですか、伊藤さん。そうですね、でも魚の活性的にはベタナギよりも雨降ってる方がいいかもしれない。なるほど、そうなんですね。警戒心がちょっと薄れるんですかね。あら、当たった、ちょっと、ヨグラこれ続きいけんじゃないの、このペース。なんかいける感じする。私はこれ途中からすごいあの敏感になりすぎてしまってスランプに陥るんです、うん、気のせいのやつでしょ。あの、分かる分かる、浮き今動いたよねみたいな、うん、動いたんだけどみたいな、あれですよ、よっしゃよっしゃ、すごい、だから持ち方おかしいんだよな、さ、もうちょっとなんかこうバンダイするみたいな感じで持ってた。手がいつも反対になってるし、さ、ほんとだほんとだ。なんかあの昔話の浦島太郎とかみたいな持ち方になってる。実家めっちゃ怖いなこれは。そうね、サイズはいいですね。釣りがかりカウントしない。そうね、減らしって口にかかんないと数入れちゃダメなんだよね。ですよね。おお、来た。そうらしいですね。ちょっと持ち方。持ち方独特だけど。手持ちね、すごい。これ続けいけるよこれ。今回は魚のサイズもいいですね。ちゃんと食ってますね、うん、乗ってきたんですけどね、最初もうスタイルもなんか様になってきてます、ね、うん、はい、おっ、おっしゃ、来た。釣れるまでは合わせもいいんだけど、ここまで行っちゃって、ね、サムの持ち方だけすごい。ゆっくり、ダサいなぁ。伊藤さん、こんなに釣れるんですか。もう超びっくりですよ。すごい当たってますよね。やっぱね、釣り方が合ってます。そのさっき言った棚が合ってるんで。そうか、じゃあ隣のおじさんやっぱいいんだ、教え方。うわ、でかっ、すごい上手でした、うん、ちょっとおデブちゃん4匹目です。すごい、4匹目すごい、ほんまにちっちゃい当たりで、ね、当たりかなって思いながら合わせました。あ、いいね、釣ったった感ですよねこれ。ね、確かに極みですね。うわ、おっしゃ、来た。今誘われた。今の合わせ気持ちいい。今のはもうやったりましたね。もうさ、リールついてないとかも全然慣れたよね、きっとこのぐらいになると。
あ、これぐらいになるともうこのスタイルが当たり前になってました。違うからね。でも驚くぐらいサイズ揃ってますね。やった。本当だ、うん、すごい。そう、小さいのが混ざってない。師匠がいい。確かに、はい、お時刻は午後3時過ぎ。ここでスタッフから驚愕の事実が。なんかあった。一丸さん、はい、重大なお知らせあります。何ですかそのにやけ顔は。残り時間あと15分です。え、15分。話が違いますね。話が違いましたね。4時までって聞いてたんですけど。はい、あのスタッフのミスでした。カツ丼食べてる場合じゃなかったじゃないですか。ほんまに。カツ丼食べてる場合。ほんまに。ちょっと前にカツ丼食べさせられたんで。やばい、あと3なん。あと何？15分しかないから、あと3匹。え、でもあと3匹まで迫ったの？5分に1匹？無理でしょ。いけるいける。ちょっと崖っぷちが出てきました。崖っぷちがもうこれやばいっしょ。ちょっとたくさん。そうや、もうゆでご飯食べてなかったらな。本当やな。あ、昼休憩取ったんですよ。わざとでしょ。いえ、そうなんですよ。お腹すいたってスタッフさんがめっちゃ言うんで。そうですよ、ほんま悪いでしょ。またこう天神さんはね、ご飯も美味しいんですよ、本当に。お、いけるかな。いけ、構えが。いたんちゃいますか。うわ、遅かった。あ、空振り、焦りか、うん、ちょっと空振った。仕方ない、もう焦りが出てしまって、ね、うん、いつもの。そう、焦っちゃうと食い当たりじゃない動きで合わしちゃったりするんで、うん、そうなんです。確かに、まあ、っしゃ、来た、見にくい光が、ね、落ちた。またさ、魚がいっぱい寄ってきたら寄ってきたり、また動くんですよね。それでも難しくなる。そうなんですよ。嬉しい。ちょっと目標まであと2匹足りひんけど。あら、終わり、ここで。いやー、よく頑張った。終わり。ここで終わりか。悔しいよ。あと2匹だったんですけどね。あと2匹。そうか、4時までだったらいけてたセンスでした ね、 たね、うん、そう、あと30分あったら ね、 たね、全然多分いけたと思うんですよ。そう、平日の時間と祝日の時間間違えてたって言って言われて。すごい初歩的な。マジで初歩的なミスだよね。それスタッフでしょ、スタッフでしょ。ちょっとスタッフさんですよ。やられたな、それは。改めてやってみてどうでした。ほんまにね、仕掛け一つ一つが繊細で、本当にもうその針もこの何センチっていうしっかり測って長さ取って、でもう髪の毛みたいに細いんですよ、その糸もね。もう手先が器用ではない私にとってはすごい難しかったんですけど、それにどんどん慣れてくると、普段よくやる海上釣り堀だったりとか浮き釣り、他の浮き釣りでもいっぱい活用できるところはあるなって思いました。そうだよね、普段海釣りやってると確かに髪の毛のように細いって感じますよね。伊藤さん、かなり細いと思います。多分ね、今日これ使ったのが 0.45 ぐらいのハリスを使ってると思うんです。そうですね、 0.4 でした。そうですね、で針が4号か5号ぐらいなんで、かなり繊細ですけど、 それがまた楽しみの一つなんで、はい、そうか。伊藤さん、改めてフッチー の、 その釣りっぷり、手さばきとか見てどうでした。いや、竿の持ち方最高ですよ。こんなんもうダサい。そう、でもね、やっぱりそう、小さいあたりでこういう風に釣れる釣りもあるし、これから暖かくなると大きいあたりでも釣れるんで、四季折々の釣り方があるから、またぜひやってみてください。はい、次夏やってみたいですね、うん、もっと活性が上がるから、すごい魚の引きも違いますし面白いですよ、うん、あ、そうなんですか、楽しみ。冬のこの時期っていうのはいかがですか。やっぱね、今日ちょうどこの浮きを持ってきたんですけど、はい、もう本当に当たりがこの一目盛りぐらいこうやって動くかどうかぐらい、ほんと繊細なんですね。だからもうずっと見ていないと当たりも取れないし、うん、だから夏になるとこれ今度このぐらい入るようになるんで、全部沈んだりするんですよね、はい、消し込みあたりみたいなのが出ますよね、うん、またそれも楽しみ、はい、フッチーさ、よくあの海上釣り堀は得意でやってるじゃない、はい、その海上釣り堀の浮きを見る、はい、釣り方とヘラブナはやっぱ違った。
全然違います。もうこのメモリー、一メモリーのかすかな動きと、うん、であとその魚が寄ってきた時にちょっと沈み込むんですよ、うん、あの浮きが、うんうん、その馴染む沈み方とこう食べてる時の当たり方との違いを見極めるのがすごい難しいんですけど、うん、海上釣り堀ではそこまで意識してやったことがなかったんで、うん、海上釣り堀だと浮きが沈んでも即合わせせずにちょっとね、うん、こう、まあ、飲ませるっていうか、うん、しばらくワンテンポ置いてから合わせるじゃない、うん、海の魚は食べて泳いで缶抜きに入るまでここにほっといてもいいんですけど、ヘラは吸ったのをなんと出しちゃうんですよすぐに、うん、だから浮きが動いた時に合わせないと、吐き出した後だと釣れない、うん、そこが一番違いですね。全然違いますよね、同じ魚でも同じ魚、うんうん、ここでですね、同行ディレクターからの一言メモ、はい、フッチ預かってるんで紹介させてください。はい、はい、どうぞ。初めてのヘラブナ釣りに挑戦したフッチ、担当 D も同じく未経験で内心とてもドキドキしていましたが、ロケが始まってみればそんな心配はすぐに消えていきました。さすがフッチ、終わってみれば見事ヘラブナ釣りをものにしていましたね。PS 釣り場の目の前をスルーして30分以上も車で迷子になっていたのはここだけの話にしておきます。ちょっとうちこれがなかったら10匹いってたんじゃないの。あれ笑ってます。確かにそれは言えてる。あれ本当にね、なんか迷ってしまって。いやもう次は気をつけてくださいね。ちゃんと見るやつ、なんとかビューみたいなやつで見ていきます。ストリートビュー見てください。いやーフッチお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございますということで、番組では釣りに関して深く探求してほしいテーマを募集しております。テーマは何でも OK です。釣りウェーブの番組ページに投稿フォームがありますので、皆様からのメッセージお待ちしています。お待ちしてます。それでは今日は伊藤さん、そしてくっちーさん、はい、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。以上ディープウェーブでした。